ということで、えー、今日もサクラメントキングス VS ウォリアーズのゲーム2がありましたが、えー、ウォリアーズが負けてしまって、これでシリーズ0勝2敗ということで、サクラメントキングス2連勝中でございます。もう半分諦めてるウォリアファンです。早いよ 早いぞ。そうそうそう。あの、次からね、2試合連続、ウォリアーズのホームゲームで試合やれるんで。まあ、ウォリアーズはホームにめちゃくちゃ強いチームですからね。ただ、サクラメントキングスは実はアウェーにめちゃくちゃ強いチームらしくて。ここで、ホコタテ対決始まります。ホームでめちゃくちゃ強いウォリアーズ VS。アウェーでめちゃくちゃ強いサクラメントキングス。ファイ さあ、どっちが勝つのか、楽しみですねで。逆に言うと、アウェイでめっちゃ弱いウォリアーズ VS、ホームでめっちゃ弱いサクラメントキングスの保護型対決は、まあ、サクラメントキングスに軍配が上がったということで。<laughs> ヒーローさん、こんばんは。ドレイが出場停止が何試合かによると思う。出場停止になるんかフレグランス2って。なるんだっけテクニカルがる累積で16回目に 一回、出場停止食らうっていうのはあったけど。フレームラントツアーあったっけちょ、忘れちゃった。あれ、なかった気するんだけどな。なで、まあ、次負けたらもう、正直、本当に終了かなっていう感じですね。 だらま,あまだ諦めるには早いかもしれないけどただあのゲーム122戦とも連続で負けたのはウォリアーズの王朝が始まってから確か初めての出来事ステフィン・カリーとかドレイモンドとかクレイ・トンプソンはあの初戦2回連続負けるっていう経験を今までしてきたことがなくてだからまあ黄色信号がとったっていうのはまあ事実としてあるかなっていう感じで ありますねモーゼスプレイオフのこれかからは出番ありますかモーゼスってモーゼスブラウンじゃないよねモーゼスムーディーだよねムーディーはねいやキーワード。いこれねムーディーキーワードい,いんだわ今日ね4分だけ出れたんよねでなんでムーディーが4分出れたかってその今ウォリアーズが一番苦戦してるところがこのキングスのドライブどう止めようっていうとこなんですよで俺これねデータ見たんですよあのレギュラーシーズンのキングスのドライブ数って4 49回ぐぐららいいで、まあ、普通ななんでね、まあ、中の上ぐらいかなちょっと多いぐらいなんだけど、ゲームワンで、そのドライブでウォリアーズは結構やられちゃったよね。フォックス、マリクモンクがつく。 込んででて決められちゃいましたとでなんでそのドライブでやられたかっていうのはケボン・ルーニーがドロップディフェンスしてるから下がって守ってるとさスピードを出しやすいじゃんドライバーは思いっきりスピードをつけてアタックしててフリースロー獲得するみたいなねで実際にキングスってドライブもめっちゃ強いチームでさ本数回数こそ リーグ8位ぐらいだけどパーセンテージで言うとリーグ2位とかフリースローアテンプト数もリーグ2位とかあるねドライブからのだからそれで結構ゲームはやられちゃって でとはいえねとはいえゲーム1のドライブ数調べたら50回だったんよでレギュラーシーズンが49回だからまあほとんど変わらんやなんだけどゲーム258回までに増えてたよねだこれどういうことかってキングスは気づいてしまったよあれとこれ俺らゲーム1ハンドオフとカッティングのプレイ俺らが大好きなプレイ封じられてはしまったけどその代わりやってみたドライブこれなんかゲーム1めちゃめちゃ効いてたぞ言ってでゲーム2はじゃあもうそれをメイン で戦ってみてみみもいいいんじゃ、ね、みたいなでこれレギュラーシーズンに直すと1位の OKC、OK、はちょっともう別格だからあそこはもうドライブがカルチャーになってるチームだからであのチームは一旦除のぞくとすると58回ってレギュラーシーズンに直すとリーグ1位の なとそれぐらいやっぱリーグで一番ドライブするぐらいゲーム2ではポックスとかモンクとかハリバンとかいろんな選手がアタックしまくってみたいなねでこれキングスだけじゃないよ別に気づいてたのはゲーム1であれこれドライブ手応えあったなこれゲーム2もやろうぜって気づいたのはキングスだけじゃなくてウォリアーズもあこれまずいぞと気づかれたぞと <laughs> これドロップディフェンスしてるとドライブに弱いこと気づかれたな言うて、まあ、ゲーム2で何したかってウォリアーズはゲーム1でディビチ チェンズをスタメンにしてたんだけど、まあ、ちょっとデビチェンズだ、フォックスのね、スピードについていくのはなかなか難しいっていうところでもうウィギンズをね、2ヶ月間ブランクあったウィギンズをもう早速スタメンにしてで39分ぐらい出したのかな。鬼畜やん。<laughs> 2ヶ月一切試合してこなかったウィギンズをね、2試合目にしてスタメンで39分使うってう。で、なんでそんなことをしたかっていうとウィギンズだったらフォックスのドライブについていけるし、フィジカルで勝てるよねっていうところを見越して、まあ、スタメンで使ったと。うん。 でも、それだけじゃ、やっぱね、難しいじゃん。なんだかんだ、残りの9分はウィギンズいない時間帯あるし、ウィギンズだけじゃなくても、マリックモンクとかもドライブしてくるわけだから、まあ、ウィギンズだけじゃね、一人じゃ止められないわけよね。っていうので、最初、クミンガとか、今日ジャマイカルグリーンも出たんだけど、クミンガとかジャマイカルも前半使っては見たものの、やっぱりそのドライブに対してあんま有効的ではなくて、で、後半どうしようっていう時に、そこでムーディーが出番をもらえたんじゃないかなって、俺は思ってるよね、個人的に。 結果4分しか出なかったけどただゲーム1一切出させてもらえなかったムーディで前半戦ジャマイカルとかクミンガが出てたのに後半この2人出なかったムーディが選ばれたこれなんでかって言ったら多分ウィギンズだけじゃドライブ止められないからまあちょっとムーディもそこ頑張ってもらえないかなっていうので使われたんじゃないかなっていうただねただじゃあそれだけ聞くとなんかゲーム3もムーディ使えそうやんみたいなジャマイカルよりもムーディの方が良さそうやんってなるけどもう一個ねキングスが 狙狙っっっっててててるるプレイががあってそれがオフェンンスリバウンドををめめちゃめちゃゃ取りに行くっていうのを狙ってるわけよどれだけ狙ってるかっていうとあの、レギュラーシーズン確か8回ぐらいしかなくて、リーグでね、23位とかの数字なんよね、キングスのオフェンスリバウンド数って。だからオフェンスリバウンドに絡みにいかない部類のタイプのチームなわけよ、キングスはね。なんでこんな少ないかっていうと、まあ、そもそも別にそんなにキングスって身長高い選手が多いわけじゃないから、そもそもオフェンスリバウンドが取れない。 でもそれだけじゃなくてもう一つはハンドオフ主体にしてるとさハンドオフってセンターが特にサボニスとかがスリーポイントライン付近でパス渡すわけじゃん。でそのパスを受け取って 選手ってもちろんそのままドライブすることもあるけどまあ、ケビンハーターとかもうもらってそのままシュート打つみたいなのもあるわけねでそのタイミングでシュート打たれるとオフェンスリバウンド参加できないよだから取れないっていうところもまあ、他のチームに比べたらね取れないっていうところもあるんだけどもう一つシンプルにそのキングスがやってるハンドオフプレーっていうシステムを採用してる以上オフェンスリバウンド取りに行くっていうのがなかなかできないよねっていうのでまあ、レギュラーシーズンは8回ぐらいしか平均 オフェンンスリバウンド取れててなく9.5回とかだっけな回だったっけなまあ1桁ね。1桁しか取れてなくて。っていう感じだったんだけど、それがね、ゲーム1のキングスのオフェンスリバウンド数があの17回にまで増えてたんよ。そう。キングスめっちゃオフェンスリバウンド取ってたでしょ。17回取ってて、リーグ1位だったよね。リーグ23位のチームがプレイオフ初戦でいきなりリーグ1位ぐらいのオフェンスリバウンド取りに行くっていう。で、それぐらいオフェンスリバウンド絡まれちゃう やっぱスティーブカーからしてもそのさっき言ったムーディー使った方がドライブは止めれるかもしれないからゲーム3も使った方がいいかもっていう話だけどムーディーを使っちゃうと今度そこの問題を解決できないんだよねだったらジャマイカル出せばいいんじゃないとかだったらクミンが出した方がいいんじゃないみたいなで今ねウォリアーズそこをぐるぐる回ってるドライブ止めようかリバウンド止めようかドライブリバウンドドライブリバウンドでちょっとどっちつかずになっちゃうこともあってこれスティーブカーもインタビューで言ってたんだけど けどやっぱキングスの戦い方が素晴らしかったねと選手たちはよく頑張ってたと思うみたいな足も動いてたしみたいなただマイクブラウンに先手先手であの仕掛けられてしまってっていうまあ反省点をインタビューでしててでそのうちの一つに今言ったオフェンスリバウンドドライブっていうのをどうしてもやっぱキングス側が先行して試合を組み立てられちゃってみたいな だ毎回こう、ウォリアーズは後手に、後手を踏んでみたいなね。そう。手考えるとちょっとムーディーを今後も使うべきなのかどうかっていうところは、ちょっとまだ難しいね。今日ドンってどうでしたディビチェンゾは、まあちょっとマリクモンクに格付けされてしまって出番なくなっちゃったかなっていう感じ、ね、オフェンスでもゲイリー・ペイトンがあんな3決めたら、ちょっと出番なくなっちゃうしな。そんなに印象はないですね。やられてる印象しかないな。